どういうふうに過ごしてましたか、子供時代は。あ、どういうふうに個人個人ね、うん、過ごしたということ、はい、その3がどういうふうに。あれはさ、うん、あの昔はもうやっぱり隣近所ね、うん、自分たちの年齢、うん、みんな集まっていろいろなこと、あの鬼ごっことかなんかあの、うん、古い着物を持ってきてから、うん、かくれんぼみたいの、うん、あんなのして遊んでいた、うん、古い着物、うん、古いあの、うん、おばあちゃんとか、はい、昔のことだからもうおばあちゃんたちじゃない、うん、あのちょっと厚めのね、うん、着物なんか持ってきて、うん、もう自分たちの一級下かまた上の方もいたと思うんだけど、うん、その人たちとかくれんぼみたいにあの今こんなしてあの羽織ってからやるでしょ、うん、その上にこの、うん、着物をかぶしてから何目入ってるか何目入ってるか、このカッパで当てるんですか、こんなして遊んだよ、今はもういろいろなゲームがあるでしょ今、ね、そんなね、本当あんたたちは幸せだよこのおばあちゃんたちはね、何でもやったよ、うん、それなんて遊びですか、なんか名前ありました、なんでこれはただ遊ぶんだから、ね、名前なんかないな、あの時代だった今だったらこれなんというかこれなんというかってみんな聞くでしょ、はい、あの時はもう遊ぼう遊ぼうね、うん、鬼ごっこしようか、またかくれんぼしようかって、うん、そのぐらいだ、うん、他のことは分かんない、うん、これは女子だけでやってたんですか、うんうん、男たちも一緒だった、男女で、うん、あのほとんどね、女の自分たちの年齢が嫁5人ぐらいいたんだけど、うん、男は1人2人ぐらい、あ、うん、主に女の子で、うんうん、これはもう小学生だったらみんなやってたような、小学も戦争も来ない前だから戦前のことね、うんうん、そうかこんなこんなしてしか遊んでないから、うん、そのぐらいの話しかできないよ、いえいえ、まあ、そういう、まあ、遊んでて、それはもう小学校1年生とか2年生とかの時に遊んでたんですよね、うん、学校、多分学校出ていたんだはずよ、うん、それからなんていうんですか、徐々にその戦争の雰囲気がやってきたかと思うんですけど、うん、なんかその時はどうでした、うん、いきなり変わったというのも少しずつ雰囲気が変わってきたんですよね、あの戦争のこと、はい、あれはね、うん、最初も10月とかから始まったんだから、うん、私だけが覚えているんだけど、はい、あの戦前だから多分あの日本の国旗だったと思うんだけど、うん、自分たちが一生懸命遊んでいたところ、うんうん、多分もう10時11時午前の時間と思うんだけど、うん、私覚えてる、遊んでいたんだけどね、うん、飛行機が飛んできてから、うん、海に落ちたの、落ちた、うん、海に飛行機が落ちた、落ちてから一回上がったんだけどね、うん、だからあれからもうこの人どうなったんだろうなって、みんな見たかせる、私だけ見たいの、私覚えてるから、うん、沈んだんですか、うん、落ちてから、うん、もうあの空中というの、うん、あんなしてきたんだけど、ちょうどうち自分たちのお家は、うん、あの今こっちから分かんない、うん、ジャンパーの方ですか、うん、ジャンパーじゃない、こっちあのちびちがまだあるでしょ、うん、あっちまでは行かない、ちょうどあのどこだったっけ、あっちの間になっている、うん、ちびちがまとあの、うん、どうやろホテルじゃなくてあのアルビラ、うん、アルビラホテルね、うん、あっちの真ん中で自分たちの島アジアトケシというところ、うん、あったから、あっちでも、うん、一生懸命遊んでいるところ誰も見ていなかったんだ、うん、多分私だけが見てからよ、うん、あの人どうなったかなって、あるからもうどうなったか分かんないさ、今みたいにもう救急も何も警察もないでしょ、うん、どうなったか分かんないそのまま、うん、あの、うん、両親というより、うん、お父さんは、はい、荒垣喜一だけど、はい、兵隊にいた、ああそうですか、うん、お父さんはどこに行ってたか分かります、うん、普通のよ、私が、うん、私としては
海軍と言ったんだけど、うん、またあの指導官の方がね、うん、なんとかあの何かに乗っていたって、うん、だけどあの私が覚えてるのは、うん、あの長男だったからうちの子、はい、親父あの、うん、お父様だからあの長男だからあの、うん、なんとか違う佐世保のドラマ長崎に行って、うん、佐世保というところに滞在して、うん、佐世保ですかね佐世保佐世保、うん、佐世保ではない佐世保佐世保何ね佐世保佐世保ではないですか佐世保ではないと佐世保佐世保で漢字わかりますわからないいや佐世保ってところに行ったんですね、うん、だからあの長男だから親たちにね、うん、あの自分は平田に行っても、うん、あのさ内地へ行ったり来たりできるから、うん、か海軍ってあの最初行ったんだけど、うん、海軍ではなくてなんとか普通の兵隊だったんだけど、うん、内地に行ったわけさ、うん、最初もだからあの行ったり来たりできるから言って佐世保から沖縄に来る途中で、うん、あの10月10日の空襲よ、うん、あれの、 あの途中で船でやられたの10月10日の重々空襲ですか、うんうんうん、それであのどこでか場所分かりますだからとこの途中だから、うん、船の上、うん、船やなさね、うん、船でそれまで分からんけど途中でやられたということであるわけさ、うん、だけどまたあのし新聞でなくてあのいろいろ戦死した方は、うん、あっちに乗っていたんじゃない、うん、だからあのうんと荒垣喜一はね、うん、内容であの戦死したってよということを書かれていたわけ何にですか新聞に新聞じゃなくてあの今いろんなあのインターネットから見るでしょ、はあ、あれから自分 の、 あのいとこがよ、うん、私に持ってきてもうこれ長いことなんだけど、うん、あの私いやあんたたちもあのお父さんの名前がこっちに載ってるけどお父さんはあの内容で戦死したって言うのうん戦死内容じゃないよあっちから佐世保から来る途中でやられたんだから、うん、内容にあっちのは絶対行かないからよ、うん、自分 の、 あの 親はあの 戦死したからあの、うん、靖国神社よ、はい、あっちに飾られていたって遺骨はあ飾られていた、うん、靖国神社に靖国神社あの城よ、うんね、でからあの親戚の兄さんがね、うん、あこれはあの自分の親戚だから持っていこうってこの兄さんが沖縄に持ってきてあったわけさ、うん、てかこんなこんなだけど絶対あの何よりなくなるんだったら靖国神社の飾りがないよと言ったわけさ、うん、そうよね、うん、その戦争の時はその牛さんは何歳ぐらいだったんですか、うん、だから60あじゃ あまだそんなに若いですね、うんうん、73だったからよ何もさ気になってたんめや、うん、74歳の時牛は戦争が終わった時は、うんうん、終わって石川に来て、うん、あの犬年だったから、うん、私も犬年だからよ、はい、これあのおじさおじ牛は2つ上だからよ、はい、うん74歳ぐらいさあ、うん、76、73、45、5歳ぐらい75歳そのおじはねおじは3 73あ牛さんは5 75、うん、74じゃなくて75 2つ上だったから、うん、75歳だったんですね、うん、私がよあの時も13になっていた犬年だからあその時は13歳だった、うんうんうん、13歳だそれ昭和何年ぐらいです昭和19、20、21、22、23、24、25、26、27、あ、昭和、うん、昭和何年かな、まあ、かな戦争が終わったの何年昭和20年昭和20年うん、終わったのそれから何年後でしたっけ
昭和20年だったら私は11年ぐらいじゃない。そうですね。じゃあ戦争終わって2年後ぐらいの話ですかね。昭和何年だ。うちが13だったら昭和何年。昭和9年生まれなんじゃ、昭和22終わって1、2年は石川にいるから収容所は、うん、その計算したら13歳ぐらい、うん、昭和何年ぐらい今昭和で言うと、うん、昭和出たあれだな1900で言うと45だから、ね、21ぐらい40ですか。何歳生まれだったっけ。1934年生まれで13歳なので、昭和47年、1947年、昭和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 47年、2年ぐらい収容所にいたんですか。長いと、ね、石川には2年ぐらい おじさんたちと園さんは2年ぐらいいたんですね。あ、一緒にいた、はい、何でもあっちこっち行くとか結婚しない前は一緒だったさ、おじさんも、うん、また園さんも、うん、あの園さんは、兄弟は何人いるんですか。兄弟はさ、はい、私と妹も2人いるんだけど、はい、あの喜一と荒垣牛という人と結婚したんだけど、はい、離婚したの。喜一さんが、うん、あ、はいはいはい、うん、離婚して、うん、はい、離婚して、はい、また話を元に戻りますよ。はい、どうぞ戻してください。もうなんかもうこの話ばっかりだから。うん、でから結婚しても離婚して、はい、また私と妹は現在いるんですよ。妹も、妹も今ご存命ですね。うん、はい、うん、なるほど。いや、園さんのお母さんの前に別の方と結婚してたってことですか。私のお母さんから最初。あ、最初、うん、あ、再婚して、再婚して、はい、ま、義理の母と、はい、あの国神に疎開して行ったの。もうこれを何回も話したばっかり。義理の母と、うん、っていうのはその、あの、あ、そうか、そうか、京子さん乗ってるでしょ、はいはい、この子が1歳で、うん、1歳で3人で、うん、義理の母と3人で、はい、国神に疎開していったの。そのさんと京子さんと、うん、義理の母、再婚相手の方ですか。そうそう、あ、なるほど。うん、じゃあその時はそのさんのお母さんはもうどこか別のところに行ってて、うん、もう会ってないんですかね。会ってはいたよ。会ってはいたけど、ずっと会ってはいるよ。行動は一緒にはしてない、うん、一緒に行動はしてないんですね。一緒に住んでもいなかったんですね。うん、私はもう、うん、あの、あの、おじおばが長女だから言って、うん、はい、あの妹をもう親にあげて、はい、私はもうずっとおじおばたちと育てようとさ、結婚するまで、うん、はい、なるほど、なるほど。あの、園さん、あ、この京子さん、うん、妹さんは戦争で亡くなられたんですか。これは何歳。戦争終わってから。戦争終わって亡くなった。これは何が理由、原因で亡くなったんですか。栄養失調。栄養失調、ああ、あの、この義理の母の子だけど、うん、はい、あの、義理の母の子、戦争中は、はい、おっぱい飲んでいたわけ、はい、おっぱいが急に亡くなったから、はい、もう自然にもう、あ、もう戦争中だからご飯もないでしょ、はい、たまにもおかゆなんかあげたりなんかしたんだけども、はい、あれからも、いやいや、市長だからもう食べもしないも、うん、一日一日も日によっても弱っていくわけさ。でから、敗戦になって、はい、国神の肘というところに来てから亡くなった、はい、敗戦になって国神の肘、うんうんうん、だから何から言ったからよ、うん、なんでこれなんねんっていうのも、もう、ミックスかな、うん、ごちゃごちゃになってから、うん、あっちももう信用しないわけさ、うん、で今度またよ。何だったかね、新聞ですか、うん、新聞じゃない、これだ、これ、うん、どうだか
読めたのこれこれだこれによあのいいよこの話あのごめんなさいすみませんお母さん義理のお母さんと京子さんと3人で疎開するわけですよね。これは読谷から国神に疎開するんですよね。これは、2月か3月頃の話なんですよね。だからねこれがねはっきりしないからよ、もう行ったら4月にはもう戦争起きているんですよ、はいはい、だから2月あんな短かったかねと思うんだけど、1月2月じゃなかったか、遅く早くても2月じゃなかったかねと思うんですよ、もう4月にはそうです、上陸してますからね。あのそれで一番その大事なお話になると思うんですけど、その園さんがあの沖縄戦ってその4月から6月まで続くじゃないですか。約 2,3 ヶ月の間沖縄戦っていうのがあったと思うんですけど、その期間の園さんが体験した話をちょっとあの詳しくこうお話聞かせてもらえますか。あのこの紹介したこと、はい、私もよあんまり覚えてない。疎開したことだけしか覚えてない、はい、何月かな何年だったかこれも覚えてないわけさ。行ったのはとにかくあの時市のあざであの、お前バサかけてね、バサから行ったんだよ。バス、バサ、バサ、バサ、あ、バサ、バサに乗って、ここからそ国神に行ったんですね。2日がかり、2日がかりで馬車に乗って、これは3人ですね、その差合わせて馬車に乗って疎開すると国神ですね、変とな変とな、もう多分あのもうあっち手続きができていたかもしれない、もう行ったらね、ちゃんとあのお家も借りてから、ちゃんとやられていたから、家に住んでたんですか、その、これは民間3人で3人、これ誰の家ですか、誰の家ですか、そこの家は園さんの家の、あの、あっち辺と名の個人のお家、あ お知り合いの、何でもない、ああなるほど、まあ、とにかくだから、あの各あざごとに連絡取ってあったんじゃない、なるほど、自分たちはもうすぐあっちに行かされたわけ、なるほど、それが 2月3月ぐらいの話ですよね、戦争が始まって行った時にはどんな感じでしたかね、その辺とな戦争が始まるよと、もう戦争はもうこっちもう近々こっち来ているという、いうことを聞いてから、またあの自分たちは避難小屋へて避難小屋が作られていたの辺となに、何キロだったら4キロ一里は4キロですか、じゃあ4キロだ1里ぐらいで行ってるって、4キロのところにこの避難小屋といって作られていたの、4キロってどこから4キロですか、あのブラックから辺土のブラック、でからこっちね、あの戦争がこの今やは、もう戦争いつ来るか分かんないからね、あの荷物はもう持っていかれるのを、あの買い忘れておかんといかんよってこの家主のおばあちゃんが言ったから、あそうですねって持ち上げたの、京子もおんぶしてから、お母さんまたあのとっても働き者だったから、犬の母は、じっとしないからあの個人個人のこの部落のね、あのボランティア、今のボランティアかな、そんな感じでよ、働いていたんだけど、またやっぱりまたあのお芋とか米とかもらってきよったの、豪の中ですか、あれまたへあの戦争来ない前だから、もう戦争が来るとしたら避難小屋に行きなさいと、避難小屋ですね、だから4キロぐらいあのところの避難小屋に、行ったちゃんと準備はされていたわけ、たくさん人がいたんですか、自分たちはあの各あざからは行ったんだけど辺とねねはよ、自分たちだけ、また東原というところには、大体あっちに行ったんだけど、なんでまた自分たちは宇佐の方が 2,3 家族ぐらいいたんだはずだけど、はっきりよ、園さんの避難した避難小屋があるじゃないですか、そこはあの園さんの家族以外はどれぐらいいたんですか、そ
あのね、はい、もう避難小屋には、はい、あの義理の母、はい、義理の母たち の, あの兄弟たち、親子全部。義理の母の兄弟、うん、親たちも兄弟たちも何10人ぐらいいたかな。あ、義理の母の兄弟がですね、うんうん、これはどこから来たんですか、兄弟は。みんな読みたんから。みんな読みたんから、うん、戦争起きたから、うん、みんなで避難してきた。それには、うん、立ち抜き、はい、立ち抜きされてから来たんじゃない。あ、避難小屋に行ってからしか会ってないから。あ、うん、それが避難小屋に行ったのが大体何月ぐらいの話です。戦争来てからすぐ行ったわけさ。ってことは4月ですか、うんうん、戦争来たらもうすぐ避難小屋さ、うん、じゃあ2月から3月の間はその辺戸名の民家にずっといたんですね。で避難してって、うん、で戦争が4月に始まり、でそれで避難小屋に移動するわけですね、うん、移動するときに何かその例えば爆撃だとか、うん、そんなことない、何もなかったんですか。じゃあなんていうんですかね、どんな感じでその6月までは過ごしてたんですか。あ、6月まで、うん、4月、うん、4月に戦争来たでしょ、はい、なんかあその避難小屋に行って、はい、あの食いつなぎするために、うん、義理の母が、うん、あの当時はもう戦争来ているさ、はい、戦争来ているから、だからもう避難小屋に引っ越ししていたわけさ、はい、だから夜になったらもう昼は行かれないから、昼は外に出れない、卒業探しも、はい、夜通し、うん、だいたい5時頃出てから夜の、うん、夕方の5時頃出てから、うん、また夜はもう一生懸命あちこち探して、食料お芋とかいろいろ野菜とかなんとか探してから、うん、明け方帰ってきやった、うん、何もかも探してから、うん、野菜とかね、材料とか、うん、一人で探しに行ったんですか、うん、一人で探しに、だから兄弟と、兄弟たちと、うん、兄弟たちといとこの姉さんと、うん、また長男兄さんの夫婦と4人ぐらいね、義理の兄弟、あ、お母さんですね、うん、兄弟たち、うん、一緒に探しに食料探しに行ってたんですね、うん、で朝方帰ってきてってこと、じゃあもう昼間はずっと避難小屋に、うん、園さんも京子さんもいたわけですね。その生活はずっと続くんですか。その昼間は、避難してて、うん、お母さん義理の母親たちが夜に、うん、その食料探しに、うんうん、だからな、あの当時はもう本当働き者だったからよ、お母さんが、うんうん、絶対もうあの空っぽす来なかった、いつも何か探してよ、うん、よくおうち覚えてるのあのさや豆、はい、さや豆なんかよ、うん、どっからあのやっぱり2ヶ月ぐらいあの、うん、避難してあちこち見ていたんじゃない、はい、この義理の母が、うん、だからねいつも絶対あの軽く来なかった、もういっぱいかカゴですか、うん、鉢入れからよ、背中いっぱい、いつも忘れたらね、うん、あのキャベツね、はい、キャベツとかあのこのさや豆、はい、あれをもう本当に珍しいぐらい取ってきて食べていた、うん、それもお母さんたちが取ってきたやつなんですね。義理の母親のお名前何さんですか。なる、なる、なる、カタカナですか。カタカナ、なるですね、うん、これは何々荒垣なるさん、うんうん、荒垣なるさん、あのその辺戸名はその被害はなかったんですか、その空襲とか、地上戦とかの、うん、そういうのはなかったんですか。うん、比較的平和だったんですか。平和というのなんであの、うん、もう食料はあるんだけど、うん、夜はあの夜で炊いてからどこから探したかわからないけど、うん、あの牛肉とかね、うん、そんなのも あったんだけど、うん、逃げたのを殺して持ってきたかそれじゃないけど、うん、夜で炊いてから、うん、あのまたの朝になったらまたの、うん、冷たいものも食べたことはありますよ、うんうん、
その4月から6月で避難してたじゃないですか。その中で一番印象に残ってるなんか出来事とかってあったりしますか、戦争に関することで。まあね、そういうね、うん、まあ何にも感じたことはないけど、うん、夜になったら自分も実際しかならないから、うん、戦争だけど、うん、飛行機が来るからね、みんな見て、みんな見てからよ、うん、するわけさ、もう全然もう明かりを見せないわけ、うん、避難小屋だから、うん、飛行機が来たら消しなさいってすごく消したんだけど、電気を、うんうん、何か炊いてるさ、夜通しはもうご飯炊くよってさ、うん、だけど飛行機がもうこれは日本機か、これはアメリカの何機何機ってありましたよね、うん、4機3機がアメリカ、2機制だから、これアメリカかな、それ覚えてないけど、うん、何機何機ってから日本とアメリカのがありましたけど、はいはい、それは覚えてない。あ、一応じゃあ上空は飛行機が飛んでたんですか。うん、飛んでいた。これは、避難してる辺土なでってことですよね。それは昼も通るところもあったけど、うん、だいたい夜が多かったみたいね。これ米軍のですか、日本軍のですか、わからない。だから何機何機と言っては聞いたんだけど、うん、米軍かな日本軍かな、それは覚えてない。わからない、うん、なるほど。その飛行機が飛んでる時にそれは夜見たりはしたんですか。見た。電気ついてた。電気つけてた。飛行機がですか。動くよ。あ、うん、これ夜見たんですか。夜よ、うん、夜外に出て、うん、なんで、あ、家の中から避難小屋から、うんうん、小屋からこう飛行機を見上げたんですね、うんうん、そんなの覚えてる、うん、その時はどんな気持ちでしたか、その飛行機を見た時は。なんで面白かったんじゃない。うん、興味持って戦争中だけど、うん、なんでもみんな家族と一緒だから、うん、幸せだったかなんか知らないけど、うん、あ、飛行機も来るんだって珍しい、うん、もうやっぱり子供心だからね、うん、心配の何もことなかったらしい、うん、今考えたらよ、うん、今の子供たちがこんなことを考えることもあるかなと思うぐらい、うん、ね、うちの姪子の孫がいるけど、うん、もう10歳だけど、うん、まだまだもう今までの 2,3 歳ぐらいの気持ちで、うん、私行くとき、このおばも10歳か何もかもやったよと言うんだけどさ、うん、うーんっていうわけさ、だから今の自分たちに比べてとっても羨ましいけど、時代が変わってるんだからね、うん、頑張ってよあんたたちも、うん、ね。園さん、その戦争を、まあ、なんていうんですか、そのやんばる辺土名でその戦争期間中過ごしてたわけですよね、うん、そうだったんじゃない、うん、基地がもう兵隊に取られたから、兵隊に取られて、うんうん、もう戦争いつ来るか分からないからって、うん、みんな各あざごとに申し込みがあったんじゃない、うんうん、兄弟で戦争に行った人いないんですか。兄弟で、園さんの兄弟、うん、いない、うん、うちの親だけ親父だけ、うん、なんかおじさんとかは行ったりした人もいるんですか。もうお父さんが行かれて、で従従空襲でまあ亡くなって、うん、なんか他になんかこう思い出せそうなこうエピソードとかってないですかね。こう戦争中で、まあ、飛行機先見たりとかしてたと思うんですけれど、うん、汚い話が汚い話はいいよね。汚い話というと、なんでもう戦争負けるってからもうないろんな飲みとかいろんなのもあったさ、ね、飲みシラミとか飲みとかいたよ。それは どこにですか。いっぱいくっついていた。それはその際に話まだ聞いてない。聞いてないです。汚いから。戦争負けるという印だったんじゃない、ね、飲みはどこについてたんですか。男は何年生ね。その他復帰の年生まれです。私はまだまだ全然分からない。逆に聞きたいですね。どんなの。40年ぐらい。47年です。私は昭和で47年、はい、その飲みっていうのはなんかそのさんの服についてた。みんな、うん、沖縄中。いやこれ書かないで、汚いよもう少しこうなんていうんですかね、園さんが経験した戦争中のこう体験の話とか見た話とかを
もう少し詳しく聞けたらなと思うんですけど、いろいろありますけど、はい、言ってもいいか言わない方がいいかと思っているから、あ、そんなの言わない方がいい。飲みの話ですか？うん、飲みじゃなくて、うん、自分がやったこといろいろあるけど、うちの自分はもういろいろねことやってきたんだけど、うん、とってもあの、うん、おじいちゃんおばあちゃんにもまた義理の母にも、うん、感謝の気持ちはいっぱいありますよ。うん、うん、とってもいいあのお母さんだった。うん、義理の母だったんだけど、はいはい、とっても優しいお母さんだった。うん、この戦争中のお話、なんかこう例えば米軍の話とか、うん、日本軍の話とか、なんかこう話せそうな話とかないですか？ないよ。でもあの、うん、自分たちが紹介しているところは、うん、あのお母さんの、うん、義理の母の兄弟たちでしょ。うん、はい、だからあっちもあの私より一級上の人がいて、うん、また弟も一人いたけど、うん、この人たちと持ち合わなかった。うん、疎開してる人たち合わなかった。うん、なんでですか？の、あの、あんまり親しく、親しいじゃなかった。あそうなんですね。確かに。だからもう、戦争当時はもう、ただ自分の家族だけさ、うん、だから今考えるとよ、うん、あの時が幸せだったんだな、戦争はだったんだけど、うん、あの時が幸せだったんだなと思う。なんでですか？みんな家族でいるでしょ。うんうん、で今だったらもう子供たち自分たちも孫30年余りもいるけど、お父さんと2人しかこっちいないさ、うん、いずれはどこかなと思ったらよ、うん、年のせいか知らないけど、うん、あの例えばそのあのせ、しゃべる機会とかなかったですか？その、兵隊の人と話す兵隊、はい、なんか、話す機会というのはなかったんですか？あのね、はいはい、アメリカたちとでもいいし日本軍でもいいですけど、どっちでもいいですよ。あのさ、はい、あのかわいそうではあったよ。あの自分たちも、うん、たまにはあの戦争中だけど、うん、もうあの本当雨よ、うん、長雨みたいのが4月になったら沖縄でも今でもあるさ、4月の長雨って長雨、はい、うん、でこれこんな時はね、うん、これは私よく覚えてるあのいとこのね、あの義理のお母さんのいとこだけど、はい、あの人とてかさんなさんてかあの巻き取りに行こうっても雨ずっと降るんだけどね、はい、竹よ竹、はいはい、竹をあれを濡れていてもうんと燃える、うんうん、なんていうんですか、日本兵とか米兵、うん、そんなのは合ってない。だいぶ合ってない、うん、日本兵よ、米兵とかなんか一人二人は見たんだけど、やっぱりあの戦争負けているから、うん、もう顔も上げぐらいはじゃなかった。見たっていうのは4月とか5月ですか？うん、もう戦争中だから。戦争中に、うん、5月ぐらいじゃね。だけど顔そろって自分たちもないさ、うん、あのこの兵隊たちもなんか、うん、食べ物なんか探して歩く、探して歩いてたんですか？と思う、うん、今の自分の考えとしてさ、うんうん、4月から5月ぐらいですよね。でそれで竹を取りに出かけるわけですか？うん、もうよ、うん、あれはもう終わってから、うん、もう敗戦、やがてもう戦争は終わっているから、うん、早くみんな降りてきなさいって、あのビラよ、ビラ書かれたあれが落ちてくるわけさ、上空から、うんうん、これ飛行機が落としてる、そうでしょ、うん、ね、うん、もう戦争負けているんだからみんな降りてきなさいって、うん、これに書かれてるけど、うん、でもみんな、うん、日本が絶対負けないってからこんな気持ちさね、園さんは、うん、みんなの話、うん、だけど自分たちはこの4人で、うん、もう殺すアメリカたちに殺されてもいいから、うん、どんなしてもいいから早く行こうって降りてきたわけさ。どこにですか？この肘というところのもう山道が降りてきた。どこに向かって降りたの？肘の部落に。避難小屋から、うん、あだからこっちからもう今日あっちかアメリカ来るねってもうしたから、もう殺されるんだ、もういいよ、殺されてもいいからってもう言ったからね、アメリカ3人来てからよ。来たんですか？3名来てから、うん、もう私たちの荷物全部あの開けてみるわけだ、荷物を、うん、米兵3人が3人これ肘に戻る途中で、うん、あったんですか？
遭遇して降りる途中でもあったわけ、うん、だからもう、はいはい、どうせ戦争負けているんだからって、うん、でもし自分たちは思い切って、うん、もう殺されてもいいからという気持ちで降りてきたわけさ、うん、だから、うん、このアメリカたちに会ってから、うん、なんか自分たちも殺されているんだから大丈夫だよ、もうこっちに泊まっておきなさいって、うん、泊まったらもう荷物みんな言ってみる、うん、お金あげなさい、お金お金探しているからって、うん、おっちがね、こっち外してからよ、うん、お金あげて、これじゃないって、うん、日の丸って日の丸、うん、これ探していました。ああ、荷物に日の丸がないかどうか、うん、私は、はい、おじいちゃんがお金探しているんだから、うん、お金見せなさい、あげなさいと言ったら、うん、このお金はじゃないって、これまた自分たち持っていたアメリカたちよ、うん、日の丸、日の丸、うん、を持っていた、持っていたからよ、アメリカが、うんうん、これないのっていうか、これないよったらよ、うん、もうまた荷物をちゃんとまたよ収めてくれよった。ああ、日の丸を探してたんですね、うん、そう、日の丸探して、米兵が、うん、お土産でね、戦利品で探してたね、うんうん、なるほどその時にはなんていうんですか、どういう、何、殺されてもしょうがないという気持ち、うん、覚悟してきたんだから、うん、何も、もう怖いこともなかった、うん、だけども逆にまた殺しもしないで、うん、殺しもしないでまたの、うん、もうあっちに行けない、誰もまだよ、うん、誰も降りてなかった部落には、あ、自分たち初めてだった。なるほど。でね、もうあっち、もう戦争終わった時期だからよ、うん、また何か日本人、うち何時上だったかなんか知らないけども、うん、こんなこんなだから自分たちに声かけてね、うん、もう戦争終わっているんだから、うん、肘というところにみんなもういないから空き家がいっぱいあるさ、うん、そこに入っておきなさいってから、うん、なんか酸っぱいじゃないですよ、こっち肘の方だったんじゃない、うん、なんかもう頼まれてから降りてきたらこっちに入れなさいと言って。自分たちだけもこっち入っていたわけさ、民家に入ったんですね、うん、うん、でからまた次から次読みたな方々が降りてきてよ、うん、もう戦争どうせ負けてんだからアメリカは絶対自分たちに手も何も出さなかったよ、うんうん、これじゃあ指示から、あ、避難小屋から出てきたの、ビラが落ちてきた時ですよね、うん、ってことも戦争終わってるから、うん、6月23日の後ですか、その避難小屋から指示に向かうです、うん、向かいますよね、うん、それは6月23日後になります、その戦争が、沖縄戦が終わってからですよね、何、うん、うん、あっち平和な指示のこと、どこすんですね避難小屋に避難してて、うん、でそれから戦争が終わったということで指示に行くんですよね、うんうんうん、ってことは戦争が終わっだというビラが巻かれたんですよね、うん、だから6月23日の後ってことですよね、うん、ってことですよね、そう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 、うん、日本語で書かれてたんですか、雨、日本語で書かれていたんですか、それ私たちは見ない、あ、見てない、落ちているよということを聞くだけ、うん、見てもおかなさ、ただビラが落ちているよということは聞いたんだけど、うん、それなんか見ないや絶対、うん、戦争に負けたっていう時、聞いた時はどう思いましたか、何を思ったか分かる、うん負けたんだなということだけさ、うん、負けると思ってました、うん、あ、思ってた、思ってた、うん、これいつぐらいから思ってました、もう疎開する時はもう疎開する時から戦争も沖縄に来るということは聞いていたさ、うん、だけども国がみんな疎開したらもうしのぐいてきたんだけど、ま、うん、うん、行った人はもうだけどね、やっぱり戦争中で亡くなって奇獣でされている人もこっちのなるよ、なる、あれはアメリカにされたんだよ、何をされたんですか、撃たれた、うん、亡くなったんですか、うん、なるさんは、うん、おばあさん、あれですね、義理の母親か、うん、あ、撃たれたんですか、これは何月ぐらいの話ですか、だからそれがよう分からん、うん、ってことは沖縄戦の最中ですよね、うん、4月から6月の間に、うん、その時は近くにいたんですか、うん、近い、なんで一緒に撃たれるとこ見たんですか、うん、撃たれるとこ見てない、見ない、食料探しに行ってるさ、食料探しに行ってる時、うん、はい、その時に、うん、
自分の義理の母と、うん、またあのいとこの姉さんと、うん、またもう一人あのいとこの兄さんと3人さらわれたんだけど、うちのさらわれた、うんうん、うちの義理の母が一番強くてよ、うん、もうダメというようなあの撃たれたんだけど、はい、もうこっちはあの最初4キロあるとこの避難小屋ね、うん、あのこっちはまた近いから行ってね、アメリカが来る恐れがあるから、はい、また山奥にまたあと2キロぐらいあるところにまた移ったの。避難小屋からですか、うんうんうん、これそのさも一緒に移ったんですか、うん、一緒に、うん、あっちに行ってから、うん、あのギリの母を撃たれたの、うん、これ米兵に、うん、いたんですか米兵がそこに、うん、なんで食料探しに行っているか部落に降りているわけさ、うん、部落に降りて肘の方にですか、うん、あ降りないと、うん、あの肘じゃないよ扁桃な扁桃な扁桃な、うん、あの、うん、あの時はあのだ、うん、またこっちのアメリカあの近いから、はい、4キロあるところは近いから、うん、アメリカ私が来る恐れがあるから、うん、あとまた2キロぐらい山奥に行ったわけ、うん、あれはもう、うん、あれはもうみんなあの義理の母の兄弟たちがお家、うん、自分たちで作って、はい、ちょっと落ち着いていると思ったらもう、うん、義理の母が撃たれて、うん、またのいとこの三つ姉さんというあの人はもうどこに行ったか分からない、分からない、今でも分からない、うん、分からない、分からない、お兄さんとお姉さん2人とも行方不明、うん、そのなるさんといとこの姉さんと兄さんで行くわけですよね、うん、でお母さんなるさんが撃たれるで亡くなる、お姉さんは行方不明、行方不明、お兄さんは、お兄さんはちょっとあのかすら傷を打たれて戻ってきたんですか、避難小屋に来て、来て、あ、来た来た、それでなるさんが撃たれたよって聞いたんですよ、うん、撃たれたよというのは弟が、あのお父さんも姉さんはもうあのね、うん、撃たれてこっちに連れてこれないから、うん、あの最初いたあの4キロのところね、うん、あのこっち近いからアメリカが来る恐れがあるからって、うん、こっちに一日を置いていたって、うん、あの姉さんこっちはねあの昼は来れないから、うん、あんた夕方になったらねみんなが連れに来るからこっちで我慢していてね、一日でこっちに我慢させたって、うん、でも夕方になったらみんなあの担架、うん、担架、うん、あれ持って連れに行こうとしたら、うん、義理の母のお父さんがね、うん、うん、もうね、うなげんな一日中置いてあるんだが出血したりも何してるか分からんさね、うん、からもう途中でね、うん、あのもしかなんかトイレ入るかなんか言ったらね最後だからこれ気付けておきなさいよって言ったってあの親が、うん、でもこの弟たちは聞いたから、あいやもう途中来たからもうトイレ入るからって止めてたって、うん、それまでって、うん、だけどねあの後のちょあの京子と殿は大事にして、あの京子も一緒に大事にしてよってそのぐらい言ったって、なるさんが、うんうん、まあ、これ聞いたらもう一緒に横寝ておいてよ、うん、これは兄さんから聞いたんですか、そのいとこの、うん、うん、の弟、弟、うん、なるさんの弟、うん、だって行かれないから夕方しか行かれないさ、みんなこれはの装置の上だからしょうがない、行かれないんだから、これじゃあなるさんの弟と妹ですか、一緒に行ったのは弟と、うんうん、いとこの姉さんとなると、うん、またもう一人のいとこの兄さん4人行ったんだけど、うん、この弟は何もじゃない、何も大丈夫だった、うん、大丈夫だった、これは一緒に行ったけど、うん、珍しく、うん、だからその人が、うん、もう姉さんがもう撃たれているからね、うん、こっちに連れてこれないから一番のところに置いてあるから、うんうん、夕方しか行かないよってから、うん、見に行ったんですか、もちろん行かない、行かない、遠いから行かない、うちもずっと京子だけおんぶして、おんぶして、うん、うん、そうだったよ、ごめんなさい、一緒にいたそのナルさんといとこの姉さんっていうのは誰のいとこですか、そのナルさんのいとこですか、そう、ナルさんとナルさんのいとこの姉さん、ミチさん、ミチさん、姉さん、ミチさん、あの人も吹っ飛ばされて分かんない、吹っ飛ばされて、うん、行方不明、これはナルさんと一緒に吹っ飛ばされたんですか、なんで気づいてね、あ、うん、あ、亡くなったかどうか確認してない、うん、うん、
もう探せないのに、あっちこっちも戦争終わっても行ったんだけどよ、わかんないって。機関銃ですかね、そうすると。だからなんかそんないけどね、うちの母はもうやっぱりこっちで、胸打たれてからよ。胸打たれて。ってから、でしてから、そこに連れてきて、そこからまた4キロのところ。4キロのところに置いてあった一日中。それ打たれたところにってことです。で、それは、兄さんが見てるんですよね。兄さんのお名前何ですか。兄さん。弟が弟、弟、鳴沢の弟が、何さんですかね、お名前。慶吉。慶吉さん、漢字ってどういう字ですか。慶は恵み、恵みかな、慶は。それにわかんない。あ、わからないですね、わかりました。吉、慶は、恵みじゃない、味は恵みじゃない、あ、わかりました。じゃあ、もう一つ慶ない、うやまう、そのまあ、その、戻って、撃たれたわけですよね。で、無事だったのは、じゃあいとこの兄さんの2人、2人、この2人は兄弟ですか。いとこ、いとこ同士、そんなにいとこがたくさんいるんですね。みちさんの弟はいる、いない。あっちはあの母と2人だった。あ、そうですか。だからあのみんな兄弟だからよ、あのこのみちさんの親と、このうちの森の母と兄弟だったから、みんな戦争になったから一緒に生活していたお方。なるほど。だからもう慶吉さんともう一人いた男の人、名前何さんですかね。わかりますか。新子。新子。新子さん。新子。新子ですか。あれじゃない、光るじゃない。新しい光る。あの神話、神話の部屋、あ、まあ、山地静かは、山内だからよ。神話。信じるかな、知らんかな、これ分からないですね、私の信じる、まんまに伏組の信仰にさんよ。 あのあっちにいたらキリスト教があるでしょ、あっちの向かいに、ちょっと斜め向かいに店があったけど、もう閉まっているさ、あっちのおじいだった、最近まで元気だったよ、あのおじい。あ、そうですか。いましたか。食料取ってくる人もいない、いない。どうやって食い、あの戦争終わるまでは、また何とかできていたんだね、あの自分のね、あの私の喜一、のお姉さんが連れに来たの、はい、誰をですか。私たち。あ、連れに来たっていうのは、あの戦争終わる前、なるが亡くなったから、はい、もうあっちはみんな、あのなるの兄弟たちさ、はいはい、だからあっちでもあの大変だから、あっちも人数は多いから、自分たちと一緒に暮らそうって、トーバル あの避難小屋だったんだけど、はいはい、あの喜一のお姉さんは、あっちから連れに来ていた、でまた自分たちあっちに行ったわけさ、トーバルっていうと沖縄市のことですか。辺島の下の方。あ、